どうも、こんばんは。速稼塾の久保でございます。お待たせしました。こんばんはですね。サラリーマンのための副業、株ですね。株の取引で儲けていこうということで、サラリーマン、株トレーダーを育てる。まあ、そんなね、塾が始まりました。もちろんね、私はサラリーマンでもありませんし、株の経験もございませんので、私がね、指導するわけではありません。今日はですね、速稼塾の塾生さんの中で、週刊中年ジャンプというね、YouTube チャンネルを運営してくださっている、ストーンさんという方がね、いらっしゃいます。もちろん日本人でございます。日本の会社に勤めて、で、給料をもらいながらね、プラスアルファの収入を上げる方法として、サラリーマンは株でしょうということでね、今日はお話しいただこうと思います。放送は9時からなんで、まだね、20分少々ございますけども、今日は、しっかりと、皆さんと一緒に株のことについてその入り口を紐解いていきたいと思います。まあこういう時代ですからね、税金も上がってくるし、物価もコストアップインフレと言いまして、いろんなものが上昇してます。で、原油もですね、今の状態だとどんどん値上がりして、ガソリン代は200円の大台に乗るでしょう。トリガー条項っていうのもどうもね、発動は法律的に不可能みたいなんですよ。で、それ以上にトリガー条項を発動してガソリンの値段を下げると、この揮発油税とかね、ガソリンの中間税で私腹を肥やしてらっしゃる方が反対します。で、そういった方の票がですね、自民党に行かなくなりますんで、結局は値上がりしっぱなしで、税金がね、何か廃止されるとか、値下げになるっていう流れは基本的にはないんだろうなと思います。まあ、とはいってもですね、消費税が始まる前に、なんか高級品に物品税ってのが昔あったんですよ。高級車ですとかね。それからブランドバッグとか。こういったものに物品税ってのがありましたけども、今は物品税ありませんよね。だからね、税金が何らかの形でなくなるってことはあるのかなと思いますけども、これもちょっと疑わしい。税金がなくなったというよりも、他のものに転嫁されたというふうに考えるべきなのかなと思っちゃうんですよ。つまりはですね、物品税がなくなった代わりに、消費税というものが導入され、3%、5%、8%、10%、そして、あと10年もすればですね、この消費税は 19% から 25% に値上げさせられる、まあ見込みになってるわけですよ。どうしましょうかね。私たちの暮らしは今、五公五民と言いまして、給料の半分が何がしかの天引きを受けてるってことになります。サラリーマンの皆さんは、この天引きを逃れることはできないんですよ。まあ個人事業主ですとか、法人の代表として、自分の会社を持っている方はね、まあ、いわゆる節税の方法によって、自分の利益を圧縮してですね、で、なるべく税金を払わずに済ます方法を取っているんだと思いますけども、ほとんどの方はそうはいきません。そうなったらどうするかと言いますと、やっぱり副業を考えるんですよね。でも、副業した分からも、きっちりと税金が引かれちゃうわけですから、これはいたちごっこです。まあ、そんな中で、株というものをね、選んだのはとてもセンスがいいなと思っています。というのがね、株はですね、税金がやっぱり優遇されてるんですよ。20% でしたっけね。今日はそちらの話も聞けると思いますんで、皆さんと一緒にお得な税制についてもちょっと小耳に挟んでいきませんか。ということで、まだね、放送時間はもうちょっと先になってますんで、お待ちいただければと思います。じゃあ一旦ね、ここら辺で放送を中断してですね、フリーズの画面にしますので、あと20分ぐらいですかね、お待ちいただければと思います。ストーンさんももうしばらくしたらいらっしゃると思います。で、今日はですね、私はね、おやつを用意してます。この、値上がりすると言われているうまい棒。最近値上がりするらしいですね。これ10円から12円になるでしょ？ね、これ、うまい棒を3つ用意してます。あとはね、チロルチョコですね。チロルチョコの、チロルバージョン1個です。これがね、27個入ってて、2キュッパーだったかな？ちょっと忘れましたけども、1個10円じゃないんですよね、今、チロルチョコは。1個20円なんですよ。まあでもね、これによって、ちょっと栄養補給をして、脳を使いやすい状態にしていこうかなと思います。まあちなみにですね、私最近ね、読んでる漫画で、はじめの一歩っていうのがあるんですけども、これね、私が中学生ぐらいの時にスタートして、もうね、連載して30年になるんですけども、まだまだ続いてるんですよね。はじめの一歩という、もともといじめられていた男の子がボクシングを覚えて強さにすごくね、魅了されて、
どんどん勝ち上がって、で、日本チャンピオンになり、世界へを挑戦したその途上でですね、ボクシングから手を引いて、そして今は元の平和な暮らしを手にしていると。でも、ボクシングの中で培った根性ですとか、出会いとか、思い出っていうのは、その後の暮らしも支えているっていうところですかね。で、その辺までしかまだ読んでないんですけども、大体ね、100巻までがボクサーとしての主人公はじめの一歩。もちろん、幕内一歩くんというね、主人公以外にも、主人公級のいろんな名脇役、準主役がいっぱい出てきてね、物語を沸かしてくれるんですけども、101巻以降は、プロボクサーを引退して、プロボクサーじゃない立ち位置から見たボクシングというものを描いてくれてますね。ボクサーっていうのはね、いろんなスポーツの中でも、まあ、特に寿命が短いスポーツなんですよね。まあなんせ、負ければもう次がないし、勝ったらもっと強いやつが出てくるしみたいな感じで、一晩にね、300発とか400発パンチを食らいながらやっていく商売ですからね。それは健康状態もおかしくなるし、鼻も曲がったりね、毎日のように血を吹き出す商売ですよ。いや、ボクシングはね、本当に寿命をすり減らしながらやる、そんな職業なのかなと思いますけども、でもね、よく考えてみたら、ボクシング以外のお仕事、職業でも、やっぱりね、骨身を削りながらやってらっしゃることが多いと思います。まさに命を削って、やっとの思いで職場を守っている。その姿が企業戦士なんじゃないかなと思うんですよね。で、今日はね、サラリーマンとして、普段骨身を削りながら頑張ってらっしゃる方、プラス、投資家としてこれから新しい世界に切り込んでいく、その二つのわらじを履くという世界をね、垣間見ていくわけなんですけども、投資の世界もやっぱりね、厳しいですよ。なんせほとんどの人が敗北して退場していくわけですから。で、一部のプロフェッショナルはずっと居座るんですけども、でも、一回の転落で全損、アウトってなる場合もありますからね。怖い世界でもあると思います。まあ、すべからく人生は投資の連続と言えなくもないんですけども、でもね、やっぱり投資にはきちんとしたリスクヘッジを学びながら、投資の法則を身につけて、最小限の被害で最大限の利益を得ていく。その繰り返しで、投資の世界、株の世界を渡っていただきたいかなと思いますね。で、私はね、投資では、FX とか暗号通貨が主なんですけども、まあまあ、大きな利益をいただきながらやらせてもらってます。まあでもそこにはね、結構な運が絡んできますからね。私の場合は、どちらかというと、運任せで、なんとか勝ち切りたいなというふうな感じですね。ところで今日は株スクールなんですけども、皆さん株をやられてない方でも、お勤め先は株式会社ですよね。っていうことは株をやってると言ってもいいんですよ。株をね。ちなみに私は大学を出て、新入社員として着任した会社が上場前の会社でした。で、上場を10年後に控えていて、そのために頑張ろうね、みたいなミッションでやってたんですけども、非公開株をね、社員は買うことができたんで、ずっと買い増してきたんですよ。私は7年目に辞めましたけども、株式もだいぶ溜まりましてね、上場した瞬間に売ったんですけども、まあ、結構な利益を得ることができました。だいたい当時のお金でね、700万円ぐらいの株式利益があったんですよ。まあこれ半年間、麻雀で全部なくしてたんですけどね。でも、私のようなサラリーマンでも、給料手取り15万でもね、7年間にわたって考えてみたら、毎年100万円ずつ貯金ができたみたいな形が株の力だというふうに感じることができるんですよ。まあ、ですんでね、今日もね、株の力を存分にこう、目の当たりにさせてもらって、また新しい扉をね、開いていきたいと思うわけですよね。はい、それではしばらく待ちましょうか。あと10分、15分もすればストーンさんがいらっしゃると思います。一旦ミュートにさせていただきます。それでは。はい。じゃあね、そろそろ放送が始まる時間。まあ、およそ7、8分前になりましたので、また画面をね、こうやって切り替えてお話ししていこうかと思います。まあ、今日の対談相手は、対談してくださるね、お相手。何と言いますかね。ゲストですね。ゲストは、週刊中年ジャンプの編集長でストーンさんでございます。サラリーマンをしていながら、株でね、副収入を得ていらっしゃるということで、その副収入の取り方ですね。構築の仕方を今日はいろいろと聞いていこうかなと思っております。皆さんもね、やっぱりこう、給
給料を上げていくのは結構大変だと思うんですよ。じゃあお給料でプラス3万とか5万っていうのがね、今年中に実現するかって言ったら、なかなか難しいなとお考えじゃないかなと思うんですよ。でも給料ではなくて、収入をプラス3万5万ならどうですかね？見えてくるんじゃないですか？で、私はビジネスをやってる時にいつも考えるのが、いくらの単価だったら、自分はね、いくらの単価の商品だったら作ることができるかなっていうことと、何人の人にそれを売ることができるかなっていうふうに考えるんですよ。で、商品を作る力と、多くの人に商品をお知らせする力、この二つが組み合わさってですね。で、少しだけセールスの勉強してれば、必要な方に商品が渡り、その方から売り上げが振り込まれるって形は取れると思うんですよね。で、株っていうのは商品を売るわけではなくて、まあ、トレードですからね。でも言ってみれば、株も中古の証券や債券ですからね。だから中古の株券を買ってきて、それを中古で売る。まあ、転売に近い感覚なのかなと思いますよね。まあ、ですんでね、転売益っていうのを狙っていくという考え方もできます。FX も誰かが持っていたドルや円っていうお金を手に入れてきて、それをまたね、中古として誰かに手渡すということを繰り返して利益を見込んでいくわけなんですけども、転売に近い感覚があるのかもしれないですね。はい。それでね、今日お話しするのは、サラリーマンの株スクールということで、おそらくですね、株の副収入で、毎月毎月50万、100万を狙っていきましょうっていう話ではないと思うんですよ。でも現実的に、まず小さな金額から積み上げていって、それこそ月に3万とかね、5万っていうのを積み上げていって、その先、株にもっともっと力を注いでいくのか、プラスの3万、5万なら年間で、30万とか5、60万になるわけですから、それでね、当面の安定を図っていくかっていうことになると思います。で、株ですから、やっぱ元手がいるんですよね。ただで株を手に入れることはできませんから、やっぱり何がしかの現金を持って株を買っていくっていうことになると思います。まあ、ですんでね、その辺もどうやって買ったらいいのか、どのように売ったらいいのかっていうこともお話しいただけると思いますんで、皆さんも楽しみにしておいてください。はい。では、こんばんは、ストーンさん。音声が聞こえてないみたいなんで、ミュートをお願いできますか。ミュートの解除を求めますよ。はい。はい、聞こえます。こんばんは、よろしくお願いいたします。こちらこそ、よろしくお願いします。お願いします。5分前でございますが、今日はですね、サラリーマンの株スクールということで、まあ、いろいろと聞いていきたいと思います。まだ、時間は少しありますけども、まあ、私ね、30分ほど前に入ってきてね、いくつかお話しさせてもらったんですけども、私自身がそのサラリーマンもやってませんし、株をやったと言えるような経験がないので、今日はね、自分自身すごく興味を持って、いろんなことを聞いていきたいと思います。で、私の株の経験なんですけども、新卒で入った会社がですね、もう二十数年前になるんですけども、上場前の会社で、自社株を非公開で、社員にだけは、販売してくれてたんですよね。で、私は給料の 10% まで買うことができるっていう決まりだったんで、まあ手取り15万の中からね、毎月2万円分ぐらいだったかな、ずっと株式を買い続けていって、7年目で、まあ、私は会社を辞めたんですけども、ちょうどそのタイミングで上場したんですよね。まあそうすると大体ね、700万円ぐらいの株の売却益があって、もう一切辞めてしまう、売ってしまってですね、そのお金でもって、よーしって言って、ずーっと、鬱憤が溜まっていた、久しぶりに、麻雀をやりに行ったんですね。そうすると、この700万は、半年でなくなりましたね。いや、気持ちいいなくなり方でした。でもね、あの半年間ぐらい、充実した麻雀の、なんていうんですかね、時間の過ごし方は、なかったですね。まあ、それ以来、もう麻雀は、やらなくなったんですけども、ただ、皮肉なことに、麻雀店をやることになってですね、10年前まで私は麻雀店の親父だったわけなんですけども、何がね、自分の人生に関わってくるかわからない中で、今日は改めて株についてこうやってお話ができるなと思ったらね、また襟を正しながらね、あ、エリコさんがいらっしゃいましたけども、襟を正しながら聞いてみようかなと思います。さあ、それでは、ストーンさん、今日はいかがお過ごしでした？あ、エリコさんどうもおはようございます。よろしくお願いします。お願いします。
お願いします。で、ストーンさんのお話を聞く側ですけども、出版の方もなんか順調で、この場を借りて、エリコさん、ぜひね、出版のちょっとご案内していただけませんか？ 1 分か、そのぐらいで。あ、はい。3月の頭に、Kindle の方から本を出版いたしました。はい。速稼塾に入ってから、全く一歩も出せなかった私が、ようやく一歩を踏み出したことを、その奇跡を本にさせていただきました。すべては久保先生のおかげです。先生に一番に読んでいただきました。速稼塾の皆さんにもぜひ読んでいただけたらいいなと、一歩を踏み出すきっかけにしていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、私も読ませていただきまして、これをね、この今日株スクールのお話があったんですけども、明日、明後日あたりぐらいからね、この本の、これはなんか、初めの一歩っていうボクシングの漫画ですけども、えりこさんの本のね、一節を引用しながら、ことあるごとに紹介していこうかなと思っております。えりこさんもまたね、出版後の対談ということを準備させていただきますんで、よろしくお願いします。さあ、じゃあ9時になりますよ。ストーンさん、今日はいかがお過ごしだったですか？寒かったと思いますけども、雪かきは朝ありました？こっちはですね、相模原です。関東の相模原なんですけど、雪は降ってなかったですね。割と天気良くて、はい。寒かったですけどね。ああ、なるほど。まあでも、寒さももう一山というか、もう春ですよね。そうですね。はい。ですんでね、皆さんの懐状態も春にしていただきたいかなと思いますんで、今日は。そうですね。じゃあ、つかみがよろしいようなんで、改めまして、速稼塾の久保でございます。今晩は株スクールの、先生でですね、週刊中年ジャンプの編集長、ストーンさんが今日は編集長ではなくて、株スクールのティーチャーとして、今日、こうやってゲストとしてお迎えすることになりました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、全体的な質問に入る前に、簡単で申し訳ないですけどもね、ストーンさんご自身の紹介、自己紹介ですか、こちらの方いただければと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。僕はですね、住んでるとこですかね。住んでるとこは、神奈川県の相模原っていうところですね。うん、で、年齢は49歳で、サラリーマンを今やっておりまして、その傍ら、株式トレードですね。これも、6、7年、7年になりますね、今年でね。なります。はい。で、これはですね、これが結構やっぱ続いてるっていうのは株式のこの練習とか、売買もそうなんですけどね。これがやっぱり今までで一番続いてるなっていうところでありまして、今回ですね、こういう、今先生っておっしゃっていただいたんですけども、教える側に立つとは思ってもよらずですね、久保さんの方に YouTube を教えていただいて、何をやろうかなっていうところでですね、株の方にちょっとシフトしてですね、行ったところ、結構視聴者数見ていただく方もですね、どんどん増えてきてですね、こういう形になったと。これすごく短期間でですね、ここまで、来させていただいたので、ちょっと戸惑ってるというかですね、自分でもすごいなっていうね、感じではあるんですけれども、株の方はですね、長くやってますので、こっちも頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱりこう、コツコツと積み上げてきたものがあったからこそ、今回のこういった流れにもなったのかなと思いますし、またですね、これ他の方にちょっとこの場を借りてお話したいんですけども、自分では何もやってないつもりでも、人生30年、40年、時には50年生きていればですね、必ず何かがあるんですよ。それを一緒に探していきましょうっていうところも込みで、速稼塾っていう形でね、コミュニケーションを取らせてもらってますんで、このストーンさんともね、ワンツーワン動画って言って、もう、一人に向けた動画を一般公開とか限定公開で繰り返してやったと思いますけども、その中でやっぱ見つかったのが今回の株スクールだったかなと。そしてやり取りする中で徐々にですね、発信力も上がっていって、チャンネル登録結構増えましたよね。急に増えましたね。ありがたいこと。ありがとうございます。はい。で、ということでね、今回はサラリーマンをやりながら、お給料を上げていくのは確かにしんどい。でも、全体的な収入をね、所得を上げていくのは、給料だけを上げるのと違って、
結構方法があるんだよってことで、株を紹介させてもらうというふうな時間にさせていただきます。じゃあですね、一つ目のちょっと質問をね、させていただきたいと思いますけども、やっぱこうサラリーマンされてるじゃないですか。今お話したようにサラリーマンとしての収入っていうのは、やっぱこういうご時世でもありますしね、資格を取ったりとか、真面目に出勤して成績を上げても、なかなか上がりにくい世の中だと思うんですよ。で、今の仕事を、じゃあ、辞めて転職ってのも、なかなかね、私たちの年代では考えにくいし、第一、度胸がなかなか出ないですよね。怖いですよね、結構。そんな中で、株っていうのを本業にするのはどうもな、と思うけども、株をすることでプラス3万とか5万、こういったのを狙っていく副収入を得たいというふうな声が上がってるんですよね。で、こういうふうに考える方って大体ね、株の知識が全くありません。ほとんどやったことがありません。でも覚えることってものすごくたくさんあるんでしょうかっていう不安も抱えてらっしゃるんですよ。で、毎日働いて12時間ぐらい今勤務してますからね、多くの方。じゃあどんなに頑張っても勉強時間は30分とか、頑張ってもたまに1時間とか、このぐらいしか使えないんじゃないかなと思うんですけども、こんな中でも、じゃあ株でね、いきなり儲かったとはいかなくても、徐々に株で力をつけて儲かっていく。プラスで3万とか、まあ5万とかって狙っていけるもんなんでしょうか？僕がまあそうだったんで、十分できると思います。うん、で、覚えることが、多いんでしょうかっていうことだったんですけれども、うん、まあ今、その方がどういうお仕事されてるかわかりませんけれども、お仕事と考えたときにですね、まあお仕事っていろいろあってですね、まあ営業だったら物を売ったりとか、その物についての専門知識っていうのを勉強したりとかいろいろあるじゃないですか。あとはまあ事務作業もやらなきゃいけないし、まあいろんなことがあると思うんですけども、まあ今回株ということで、株の場合はですね、まあこの株、まあ具体的にチャートの読み方とかですね、そういったところ、基本的なところから入っていって、行くんですけれども、まあ株の中だけなんで、そんなに今やられてるお仕事よりはですね、集中して、勉強すればですね、そんなに量が多いものではないんじゃないかなというふうに思っております。まあ僕が今経験してきたのはですね、本当にまあ平均するとそうですね、1日もう1時間やったりやらなかったりっていうところが多分ほとんどだと思うんで、まあ1日4、5時間なんていうのはちょっとなかなかあまりやった経験はないんですけれども、まあでも毎日やってるっていうところでですね、まあ先ほどおっしゃっていただいた積み上げかなというふうには思いますので、続けることでですね、できるんじゃないかなと思います。うん、はい。ところで株って土曜日、日曜日っていうのはお休みになるんです？お休みですね。うん、うん。ということはやりたくてもできない日が週7日間のうち2日はあるってことなんですかね？そうですね。もう本当にやりたくてもできないですから、その日は。はい。あとあれですよね、取引の時間ですけども、これはやっぱり夕方ぐらいにはもう閉まっちゃうもんなんでしょうか？そうなんです。朝9時からですね、午後の3時までやってて、まあお昼休みが1時間、11時半から12時半まであるんですけども、まあ基本的には9時から3時までということですね。うん、なるほど。じゃあやっぱりこう、忙しいサラリーマンの方でも、ちゃんと時間を守っていけば、そんなにダラダラと何時間もやるもんでもないし、集中して、それこそ30分1時間で勉強をまとめていくってことはできそうですね。あ、十分できますね。はい。なんかちょっとこう安心したところもあるんじゃないかなと思います。私もちょっと安心しましたね。私は FX をやってるんですけども、土日はないんですけども、基本的に24時間回ってるんで、チャートがね、いつも動いてるんで、気になってね、ポジションを持ってると眠れなくなるんで、もう夜はポジションを持たないことにしてるんですよ。はい。ありがとうございます。ところで、証券口座っていうのを開かないと株の取引できないと思いますけども、これがね、難しそうで不安だって方もいらっしゃると思うんですよね。この証券口座の開設っていうのは難しいのかなっていう疑問と、あとね、いろんな証券会社があると思いますけども、信頼できる証券会社を、これよろしかったらね、ストーンさんの方で紹介していただくとか、そういうことってできるんでしょうか？いかがでしょうか？そうですね、できます。証券会社と僕は繋がってるってわけではないんですけれども、証券会社は知ってますので、ご紹介することはできます。はい。なるほどね。あと、証券会社で口座を開設するのがですね、やっぱり、
やったことないとなかなかちょっとハードル高いなって、証券会社の証券口座って何ってことになってくるんですけども、まあ実際にやるとですね、そんなに難しくはなくて、まあほとんどパソコンで、登録ができて、あと書類のやり取りが少し郵送であるぐらいでですね、まあ一週間ぐらいでできちゃうんじゃないでしょうかね。はい。で、そこでですね、今回僕がやってるそのトレードっていうのは、信用取引っていうのを使います。はい。ちょっと信用取引っていうと怖いっていうイメージがある。僕もそうだったんですけども。まあそうです。そうですね。あるようなんです。もう僕はもうかなり昔の話だったんで、昔の話なんで、慣れちゃってるんであれなんですけども、最近近所の奥さんが、僕石井って言うんですけど、石井さん株やってるんですか？やってるんですってっていう話を聞かれて、で、ちょっと、売りを、空売りをしたいんだけどってことでおっしゃってたんで、ちょっと怖い怖いってずっと言ってたんで、ちょっとご説明してあげたんですけども、まあ逆に、まあ結論から言うと、それをやらない方が怖いんですよっていう話をしたら、ああ、なるほどねってことでですね、今ちょっと一緒にやってるんですけども、はい、そういうことで、まあちゃんとお話はすることできますので、そんなに怖いものでもないし、簡単にできますということですね。はい、ありがとうございます。なんかね、まあ今はね、株が怖いんじゃなくて、株をやらないことが怖いみたいに聞こえて、まさにそうだなと思いましたね。そうですね。今、ほっといたら、本当に先細りっていうか、家のローンも払えなくなって、それこそ路頭に迷ってね、人生の大事な50代とか60代ぐらいに、ローンの残りを払うあてがなく、なんか路頭に迷うみたいなことがね、あっちゃいけないですから、株が絶対に資産を増やすとは言えませんけども、でも、チャンスを大きく広げるっていうところでは、確かに今のタイミングで、投資を学ぶっていうのは非常に大事なことかなと思うんですよね。で、やっぱ今投資となると、流行ってるのは暗号通貨とかなんですけども、これはね、株に比べるとね、まだできたばかりなんで、非常にね、怖いですね、こっちの方が。まあですんで、暗号通貨考えてるんだったら、株をやった方がいいなとは思いますけども、まあ、証券口座、開くのが難しいなって方には、ぜひね、教えてあげてください。やり方。はい、ありがとうございます。じゃあですね、今回はね、株を恐れているよりも、株を怖いけどもやらない方が怖いんだよっていう、なんかすごくトンチみたいな、でも真理をついてる言葉に出会いましたんで、なかなかね、今日は滑り出しがいいなと思いますけども、まあ、三つ目の質問でね、やっぱりサラリーマンの方の本当切実な声ですよ。強がってもサラリーマン、はい、ぶっちゃけお金ありません。いや、正確にはあるんだけども、小遣いがないんですよね。だからね、こういった質問が来てるんですよ。まあ、前略で、サラリーマンなので資金があまりありません。毎月3万円のお小遣い。さらにいろいろなことに使いたいので、頑張っても投資に使えるお金は正直、最初は1万円ぐらいが限度なんです。こんな資金量で株式投資に参入できるものでしょうか？もちろん、投資の腕を上げて、投資金額を増やせるようには頑張ろうと思ってますってことなんですけども、当然最初からね、5万、10万、30万、100万っていずれ、投資に入れられる人ってあんまりいないと思うんですよ。もちろんずっとね、1万円でやりますみたいな方もいらっしゃらなくて、少しずつ投資にこう、割く金額は変えていくと思いますけども、でも実際に最初に1万しか使えない人が、1万円で買える株がありませんよってなったら、そもそも勝負にならないじゃないですか。その辺、1万円でもできるのか、それとも最低このぐらいないと、参入すらできませんよっていう、この心配があるんですけども、どんな風に答えればいいですかね。まあ、使えるお金が1万円ということですよね。で、まずはですね、いきなりその、証券口座開いて、どんどん貼ってきましょうってことではなくてですね、これはゲームでもないんで、掛け事でもないですから、まずはちょっと知識を入れていただいて、で、知識だけでもダメでですね、それをこう自分の技として使えるようにこうトレーニングをしないと、やっぱり実践ではできないと思うんですよね。なので、まあ、1万円でもできると思います。いろんな口座があって、PayPay、証券だったから、これなんかも結構1000円ぐらいからできたりするような、まあ僕使ったことはないんですけども、あったりするんですね。あと CFD とかそういろいろあるんですが、それよりもですね、まずは、まあ急がば回れじゃないですけど、まずはちょっと、学習をして、それでちょっとこうやれるように、ちょっとね、こう鍛えて、それからやっても全然遅くないと思います。
今焦ってやってですね、その1万円を毎月吸ってるようだと、ちょっと本当に嫌になっちゃうんで、まずはいいんですよ。本当に少額でもいいんですけれども、かけなくても今できますので、デモトレードっていうのもあったりしますし、まあ、練習をまずした方が、早いと思うんですよね。その方がいいんじゃないかなと思います。で、そのうちにそのお金もやっぱりどんどん貯めて、計画性を持ってですね、やれば貯まってくると思いますので、それで増やしていくっていう方が、着実なんじゃないかなと思います。なるほどね。やっぱりこう、株をやっていくんだっていうふうに、最初はね、やる気が燃えた方って、いきなりお金の心配しちゃいますけども、とりあえずお金は使わずに、まずは基礎知識を覚えていく、デモトレードでお金を入れずに、取引を練習して、コマンドとかにもう慣れていくとか、そういうふうにしてる間に何ヶ月も経って、お金も月に1万しかないって言ってますけども、6ヶ月経てば6万円貯まってるから、まあそろそろ小ロットで入れてもいいんじゃないのみたいな順番ですかね。ですね。その方がいいと思います。僕はその逆でですね、最初に結構入れてました。痛い目にあってですね、そういうことはね、する必要がないなと思ったんですよね。うん、やってみて。やっぱやってみるってこともいいと思うんですね。わかるんで。僕みたいなのわかんないんで、やってみて痛い目に遭うっていうのもいいんですけども、まあ、分かっててやる必要もないなと思いますんで、まずは、学習と練習をした方がいいんじゃないかなというふうに思っております。確かにね、銘柄の選定っていうのをしようと思ったら、多少経営分析に入ってくるところもあって、やっぱりね、取引先が危なっかしいところの株って買わないと思いますし、資産状況が危ないところも買わないし、まあ今みたいな時代でね、先細りしそうな会社の株も買わないと思うんですよね。だからその辺よく将来性を考えたりとか、取引先の状態考えたりとか、それからその会社がどんなことにこれからね、立ち向かっていこうとしてるのか、もしくはどんなデメリットを抱えてるのかってことを、まあ見ながら時間を過ごしていったら、1日に30分とか1時間しか使えないって方でしたら、あっという間に1ヶ月2ヶ月経っちゃいますので、お金をいきなり使う暇はとりあえずないから大丈夫みたいな感じですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、4つ目、ちょっとだいぶね、聞いてらっしゃる方や体がほぐれてきたと思うんですけども、本当にいきなりね、お金を出しましょうって話じゃないですから、まずは学ぶために、それこそ、まあ、どっちかって言ったら株の本買ってきたりとか、教材代にお金を使った方が絶対いいと思いますので、まずは、知識を高めていってね、それから実際に、マーケットにお金をエントリーしていくっていう作業ですから、いきなりお金をね、わけのわかんない株買わないようにしていただきたいかなと思います。まあ、そういう意味で言うと、株っていうのは銘柄を見ただけで上がるか下がるか分かるようなもんじゃないんで、やっぱり目利きができないといけないですもんね。はい。じゃあ、4つ目の質問に移らせていただきます。やっぱね、ここまでお話してきても、株は怖いとかね、投資は怖いっていう印象があるんですよ。ですんで、どんなリスクがあるのかが見えていなければ怖いっていうふうになってくると思いますから、漠然とした印象にはなると思うんですけども、株式投資におけるリスクにはどんなものがあるっていうふうにストーンさんは考えていらっしゃいます？そうですね。僕自身でこの体験したところで言うとですね、先ほどちょっとちらっとお話ししたようにですね、最初のうちは僕は有金をかけていたという、ね、ことだったんですね。で、そこがリスクだなと思うんですね。やっぱ株、僕が始めた時は、教えてもらう方はやっぱり株は儲かるよって、その方もすごく儲けてたっていう話をされてたんで、まあ、そういうふうにできるなっていう勘違いをしてですね、やっぱりそういうふうにお金をどんどん使ってたんですね。で、当然ながらそれが増えることはなくて、どん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 目減りしていく一方だったんですけれども、やはりなんていうんですかね、株っていうのはまあ本来儲かるんですけれども、それを知識だとか技術がない時にですね、同じようにこう、やろうとするとですね、やっぱりどんどん減っていくと。まあそういうのがリスクかな、勘違いというかですね、まあ、知識がないところでやってしまうっていうのが一番のリスクなのかなと思います。はい。ね。うん、なんかよく、こう、株で怖いなって考えてらっしゃる方が、いきなりね、100万、200万損しちゃった、みたいな感じで、破産だ、みたいなイメージ持ってると思いますけども、私はね、FX やってきて、その辺そこそこわかるんですけども、そんないきなり借金抱えることってのはないですよね、これは。そうですね。基本的には証券口座に入れてるお金でストップしますんで、
まあちょっと ね、全部なくなるっていうか、なんか半分ぐらい残るような感じで、ストップロスかけで、まあストップロスってまた専門用語になっちゃいますけども、ここのラインまで来たら、お金を残して、とりあえず決済して退場しますよみたいな、その、なんですか、安全装置みたいなのがあるわけですよね。まあですんでね、多分ね、株のことをまだこれから頑張っていこうかなって方は、そういう印象があるんじゃないかな。いきなりなんかね、あ、借金抱えちゃったみたいな。で、実際今ないですか？そういうのは、なんか昔の漫画ではあったかもしれませんけど、今は株やってね、10万円入れて100万円の借金買えるってことはないと思うんで、ないですよね。そうですね。そうです。うん。だからあれですよね、人からお金を借りて株をやったらそういうこともあり得るんで、お小遣い。まあ、それはダメですね。まあどうしてもね、そうですね、ギャンブルになんか似せて、投資の世界に来る方がいらっしゃるんで、これギャンブルじゃなくて投資の技術をやっぱり競う場だと思いますんで、うん、なんかね、やっぱこう、競馬とかパチンコでも攻略法を学んでいる人だと勝つ可能性が高いように、ギャンブルですらね、攻略法が今ある世の中ですから、投資事っていうのはまあ、まっとうな、なんていうんですかね、ギャンブルでも何でもない投資ですから、まさに学んだ人が、まあ、勝つと言いますかね、勝てる可能性をかなり高めていきますんで、やっぱこう、コツコツと勉強していくことが根底に必要かなと、それをやらないことがリスクというふうにまとめさせてもらっていいですかね。そうですね。でも実際その勉強の中には、そのトレードのコマンドを覚えてどこのボタンを押したらどうなるみたいなのもありますんで、それやってないと、チャンスだと思ってもね、なんかエントリーできなかったり、ね、やばいと思っても決済できなかったりして、ほんとこう笑えるようなことがね、起きますんでね。やっぱパソコンにも慣れていかないといけないところがあるってことも、そうですね。うん、言っとかないといけないかなってことですね、うん。まあでも今あれですね、パソコンでできるからいいですよね。昔はもうちょっと難しかったような気がするんですよ、私たちが20代の頃っていうのはね。だと思うんですよね。証券会社に行って、なんかこう、注文しないとき、うん、電話とかで注文するっていうことだったみたいなんで、そうそう。結構すぐに タイムリーにできなかったと思うんですよね。うん。そうなんですよね。うん。いや、本当そうよ。私もだから、先ほどお話したようなね、株を買ったとき、決済するとき電話でしたからね、野村証券に。だからリアルタイムじゃなくて、ちょっとね、ずれるんですよ。そうですよね。まあ、値動きが激しくなかったんで、ほとんど変わらなかったんですけども、まあ、中には本当、1分1秒みたいな取引しないといけないトレーダーさんもいらっしゃったでしょうね。はい。じゃあ、5つ目の質問に移らせてもらいます。まあ、例えばね、よく比較される株式投資と FX 投資なんですけども、まあ、FX にはね、ロットの調整とかロスカット設定ってものがあって、いきなり大きな損害が出ないように調整することができるんですけども、その先ほどお話しいただいた株式投資におけるリスク回避にも、やっぱりこういった予約注文とかロスカットみたいな、そんなコマンドってあるものなんでしょうか？株にも同じようにですね、うん、あります。ここまで来たら、決済っていうのがあったりするんですね。だからそういうことも設定することもできますし、設定をしなくてもできるように僕はそういう取引をしてます、はい。ただその場合はやっぱり自分で決めたことはきちんとここに来たら決済するって決めておかないと欲が出てですね、もうちょっと上がるんじゃないかなと思っちゃうと、逆に行くことが結構あるかなと思いますので、まあ最初のうちはこう設定をしてもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。うん。はい。そうですね。やっぱりね、その一人で投資事をやると、ものすごく落ちやすいことなんですよね。まあ最終的にはやっぱり一人でやらないといけないんですけども、初心者のうちって完全に一人でやると、わかんないことがわかんないまま進んじゃったり、せっかく決めておいたね、決済ポイントを、もうちょっとなんか上がるんじゃないかなとかね、下がるんじゃないかなと思って、せっかく決めておいたポイントをずらしちゃうみたいなことがあるんで、うん、やっぱりね、客観的に見てくれる人が必要だし、他の人もちゃんとルールを守ってやってるねっていうことを確認できることも必要だと思いますんで、やっぱ最初はね、なんかこう一緒にできる仲間がいるといいなっていうのは私は強く感じますね。うん、やっぱりストーンさんもできることだったら一人でやるよりも何人かで確認し合いながら励まし合いながらやった方がいいっていうお考えでよかったですかね。そうですね。やっぱりおっしゃる通りその人はどうやってるんだろうっていうのはまず最初わからないんで気になるんですよね。やっぱり、うん、できる人っていうのはちゃんとこう決めたことを、決めたところでこう決済したりとか買ったり売ったりっていうのをやってるんで、うん、
あ、やっぱりなっていうのが分かると、やっぱそうしないと勝てていけない、勝てないんだなっていうのが、理解できると思うんですよね。ちょっとこう、スケベ心でこう、あとちょっとなんてやってると結構痛みに遭うっていうことが、まあ何回か経験をするとそういうことが分かってくるかなっていうことですね。だからやっぱり小ロットで、少額でやるっていうのが、これ重要になってくるのかなと思いますね。まあ、ちなみにね、ストーンさんが、じゃあ株の投資をやろうかなと思ったのが、おそらく5年とか6年前だったかな、もうちょっと前になるのか分かんないですけども、それまでも何かの形で副収入を狙っていたとは思うんですよ。はい。で、まあ株にしたそのきっかけっていうのはいろいろあったと思いますけども、逆にですね、株にする前に、これをやったんだけどうまくいかなかったみたいな思い出とかあります？まあ僕はですね、結構、その当時は仕事がもう忙しくてですね、その仕事だけでしたね。だから本当、世の中のことは全然わからなくて、ほとんどテレビも見てなかったですからね。本当になんかこう、知識がないというか、もう何も知らないっていう感じでしたね。だからそうですね、仕事をしながらアルバイトっていうのもやったことなかったですし、そうですね。転売っていうのも少しやろうかななんて思ったんですけれども、まあ、それもなんかできずにいたというところですかね。はい。ね。こう、いろんなビジネスをやってきてダメだったんで、ここに来ましたみたいなストーリーが、まあ、割とね、こういった情報発信してると、まあ、パターンなわけなんですよ。で、実際にそういう方が多いとは思うんですけども、今日ちょっとね、岡えりこさんが冒頭でお話しされましたけども、えりこさんは、なんかね、そう考えたら株でもないし転売でもなくって人の話を聞くって仕事って非常に珍しいビジネスをなんかね始められて出版までされてますけども、やっぱね、まあ、株ってのは伝統的に副業とか本業としてこの日本に確立されたものでありますけども、なんかね、お互いこういうのも変ですけども、世の中いろんな商売があるもんですよね。そうですね、本当に。だからね、ストーンさんみたいに株やってみっかって感じで、順調に5年、6年、それ以上続いてるのってのは、非常になんかこの、シンプルながらも、伝統的な副業の稼ぎ方、まあ王道を言ってるのかなと思いますよね。だから最近の稼ぎ方ってのは、やっぱりね、ポーンと出てきて、長く続くかどうかわからないんですよ。で、いろんな仕組みも変わったり、ライバルが出てきたりとか。でもその中でも株っていうのは、多分ね、FX とこの辺同じなのかもしれませんけども、株の考え方って、チャートと値動きだと思うんですけども、これは別にこの江戸時代からあったぐらいのもんで、本当にね、いきなり理論や理屈がボンボンボン変わっていくもんじゃないんで、基礎的なところはずっと一緒なんで、なんか結構ね、5年先、10年先、20年先も同じように使えていくのかなと。経験値が無駄にならない、なんかこう稼ぎ方なんだろうなと私も思うんですよね。やっぱこう転売ってね、規制が入ったりね、売れる商品売れない商品が常に変わっていくんで、どっちかっていうと商品を仕入れて商品を売るっていうよりも、情報をリサーチして、その情報に従って、なんかね、早朝並ぶみたいなね、肉体労働だったりするんですよね。そうです。まあちょっとね、他のビジネスの話ちょっとさせてもらいましたけども、まあ株っていうのはだからサラリーマンさんに、本当、うってつけなのかなって気はしますよね。朝9時から午後3時まで動いてますんで。そうですよ。その他の時間やりたくてもできないんで、ね、ちゃんと勉強していく時間も確保できますしね。なかなか。日中はですね、あ、はい、すみません。はい、どうぞ。日中は僕は僕のやり方だと、日中はもう本当に動いてるチャートっていうのは見なくてもいいとか、見ちゃいけないっていうか、見ない方がいいんですね。で、終わった閉まったところで家に帰ってとか、家に帰ってる途中に喫茶店に寄ってとか、見てですね、あ、これは明日どうしようかなっていうのを考えるっていう感じなんで、まあ時間があるんですね。デイトレードの場合は、やっぱりその、毎時間こう見てないとダメですよね。僕はデイトレードはそんなにやってないんですけれども、僕は日足って言ったら1日の、1日の値動きを見ながらこう行くものですから、1日終わったらその値段を見て、どうするかっていうのを決めるっていう、まあ時間がかなりやっぱりあるんで、考える時間がやっぱりあるんでね。やっぱりすごくいいなと。仕事しながらだとやっぱり結構難しいと思うんで、そういう意味では余裕がある取引になりますね。なるほどね。結構いいツボを見つけたみたいな感じですね。なんかこうポイント。そうなんですよ。はい。じゃあね、ストーンさん、ちょっと難しい話になるんですけども、よろしいですかね。
やっぱりこの昨今の時代背景考えるとね、まあ今回みたいな感染症騒動もあったり、国と国との結びつきがね、ちょっと不安定だったり、どっかではね、なんかこう戦争が起きそうだみたいなこともありますよね、今ね。で、まあ二つの見通しが株にはあるんじゃないかなって私なりに感じてるんですよ。まあ一つは、日本経済の低成長ぶりですよね。で、それに加えて、円安とか原油高騰による今後の日本株の低迷がちょっとね、心配かなと。一時期3万円を超えて、これ4万円また行くんじゃないかなみたいな、順調な時もあったと思いますけども、今、3万円に回復することがかなり不透明というか、これまた2万5千円とかね、2万4千円とか、下手したら2万円台に行っちゃうんじゃないかなみたいに思っちゃうんですよね。これがね、一つの懸念なんですよ。こういうふうに日本の株価が低迷する中で、どうやって稼いでいくのかなっていうことを今日ちょっとぼんやりと思ってるんで、まあわかる範囲でね、またヒントをいただけたらと思うのと、もう一つはね、医療関係とか感染症関係、それから対象薬品ですよね。こういったものがどんどん出てきたりとか、まあ今そういう流れになってると思いますし、あとね、サプライチェーンの問題ですよね。特定の国に置いていたサプライチェーンがどうも具合が悪くなってきたんで、国内生産に回帰するという形で、会社の工場の移転とかが起きるのかなと思うんですけども、そういった関連銘柄への今度はね、期待が持てるんじゃないかなと。ちょっと難しい話になるかもしれませんけども、この二つについてね、ストーンさんが感じてらっしゃることがあったら、ちょっとお聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。最初の日本株、景気が悪いから低迷するんじゃないかっていうことなんですけども、これ全体的に見るとやっぱりおっしゃる通りでですね、今、まあ2万6000円とか7000円とかそのくらいを言ってますけれども、日経平均がですね。まあこれはですね、やっぱりこう、国の方でお金を強制的に入れてるっていうのもあってですね、まあこれ実力かどうかって言われるとちょっと実力じゃないんじゃないかなっていう方が結構多いですよね。で、やっぱりまあ今先生もね2万4000円とかいっちゃうんじゃないかっておっしゃってましたけども、もうちょっと下がるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。1万8000とか7000とか最終的にはそのくらいまでじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。で、そうなった時にじゃあどうやって稼いでいくか、下がっちゃったらダメじゃんって話なんですけれども、僕はですね、僕らというかまあトレーダーはですね、値動きがあることでその差益をもらってるんで、まあ、ちょっと変な話、上がろうが下がろうが、どっちでもいいんですね。こう、横ばいっていうのが一番嫌でですね、上がろうが下がろうが取っていくっていうことなんで、売って取って買って取ってみたいな、こう、だから、ひだがあれば、こう、そこを取っていくわけですね。で、やっぱりですね、日経平均だけで勝負してるわけではありませんので、やっぱり景気が悪いとはいえどもですね、先ほどの医療関係だとか、製薬会社とかですよね、そういったところが新薬開発したとかってなると、やっぱりこう、株が上がっていったりしますが、やっぱりそのね、ファンダメンタルズっていう、その、世の中のその、情勢がどうとかですね、なんかこう、決算がどうだったとかって、そういうことはですね、なかなか僕らの情報では難しいんで、やっぱりチャートを見てですね、行くと。で、上がる銘柄、下がる銘柄ってやっぱりあったりするんですけれども、低迷の時はやっぱ下がって、そこをついたものをずっと追っかけていくと、やっぱりこう、いつかは上がっていきますので、株ってそういうもんなんですね。株の、株が世界中に出てる発行枚数とは決まってますんで、買われれば、まあ、全部売れるってこと、形だし、売られればですね、まあ、その株がどっかに行ってるわけなんで、やっぱりこう、上がったり下がったりっていうのは必ずあるんでね、そこを狙っていくっていうことなんで、まあ、低迷する、まあ、自民党じゃなくて、何でしたっけ。忘れちゃったな。自民党の前の政権何でしたっけ。民主党ですか。あ、民主党です。ごめんなさい。民主党の時はもう8000円とか9000円でしたよね。言ってましたね。まあ、そうですね。まあ、あれでもですね、やっぱりこう、値動きって動いてますので、そんなに、どこのレンジにいるかっていうことだけなんで、そこはあんまり、心配されなくてもいいのかなと、株の場合はですね、思いますね。はい。ああ、なるほどね。となると、株が存在して、売買がある限りは、チャンスは、絶対にあるんで、下がろうが上がろうが、別にそれは大きな問題ではないよっていうことなんですかね。そうですね。あと逆にですよ、やっぱり、全部の株が下がるってことは考えにくくって、
何かが弱まれば何かが強くなる。これはもう市場の原理ですよね。そうですね。必ずどこかに資金が移動してますから、じゃあ移動した先で待ち構えていて、しっかりとその利益を取っていくってこともできますんで、うん、やっぱ医療関係、インターネット関係とかね。もしかしたらこれから、一時低迷してきたね、旅行業、旅館業っていうのが息を吹き返したときに、とんでもない、V 字回復を見せるかもしれないですよね。はい。うん、当然、旅行がなくなったりとかしませんし、宿泊がなくなったりもしませんし、今ちょっとね、飲食がだいぶいじめ抜かれてますけども、でも私たちは外食をやめませんからね、やっぱり、ね。そうなんですよね。うん、そうすると、この最中でもオープンしてる店は後を絶たないわけですし。そうですね。うん。やっぱり業績っていうのは必ず、まあ、業績回復しないところもありますけども、うん、マクロの視点で見たらね、全体的に飲食っていうのはまた戻ってくるみたいなことは、これ当然わかりますもんね。みんなが外食やめて、自炊になっちゃったとかだったらまた別ですけども。なるほど。ありえない。うん。やっぱり、弱まった業界にはチャンスを見出して参入する業者もいたりとかして、結局は波打つわけなんですよね、あらゆる業態が。そうなんですね。その波もですね、やっぱり、行き過ぎちゃう波もあったりしてですね、この今回のコロナで、うん、デリバリーの、流行ったじゃないですか。はいはい。出前感とか。ウーバーイーツ。ありました。そうですね。ウーバーイーツとか。ああいうのはこうガーッと上がりすぎたんですよね。うん、で、今こうかなりもう同じぐらい下がってますんで、そういうのも狙えるわけなんですよね。うん、やっぱり出前してるだけなんで、そんなにこう価格が上がるはずがないわけですよね。普通に、冷静に考えると。そうですね。なんですが、そこまで上がったっていうのは、やっぱりコロナ禍でサラリーマンがやっぱり株を始めてる人が多いんで、出前感いいぞって言ったらみんな買うわけですよね。でガガガガと行き過ぎちゃったっていうのを下げを取るとかね。そういうこともいろいろできますんで、何か不景気があっても、何があってもこう、なんかのきっかけはあるんでね。上がる下がるきっかけはあるんで、どこでもできるのかなと思います。うん。なるほどね。考えてみたら、これからも新しいテクノロジーに、新しいマーケット、新しいお金の動きって必ず繰り返されますもんね。何でしたっけね、なんかこう、まあ、インターネットみたいなのが出てきて、パソコンがたくさん売れるようになってきて、パソコンのメーカーさんの株も上がったと思いますし、やっぱ私たちが、その、10代の頃って、パソコンなんてね、一部のマニアックな人がやるもんでしたから、それこそ、家電量販店に行って、なんかね、パソコン関連のものが隅っこでちょろっとあるような感じでしたからね。もう今は一番いいところに出てますもんね。はい。うん、で、周辺企業もむちゃくちゃあったりとか、うん、モデムとか中継機とかね、うん、なんか置くだけ Wi-Fi みたいなのも考えられないのがいっぱいありますからね。そうですよね。うん、そう考えたらやっぱり人が、もしかしたらこれから移動を減らすのと反比例するように、移動しなくても快適に過ごせるおうちグッズとかね、なんか一人でできるキッチンセットとか、なんかね、一人でできるキッチンセットって結構珍しいのが出てきましたね。そういえば、なんか、ミンチメーカーって言って、家庭用のミンチを作る、なんか、ひき肉機みたいなのがあって、これね、買うんだけど、最初はやるんだけども、大体ね、3ヶ月ぐらいだったら、めんどくさいからやらなくなって、中古市場に溢れてるんですよ。あ、出回るんですね。うん、まさに最初にガーッと売れて、なんか、さーっと熱が冷めていくみたいな。その、さっきのね、ストーンさんが言われてたのちょっと思い出しましたけども、やっぱウーバーイーツとか外食ってみんながガーッと使うけども、だんだん使わなくなってきたりとかね、なんか自炊に目覚めたりとか、うん、やっぱり外食、外行って食べたいなみたいになってね、出前じゃなくて気分転換のために外に出て食べるみたいな流れになったりとか、うん、確かにね、食事は1日多くても3回ですから、それが5回、6回にならない限りは、外食が伸びっぱなしってことはまあ、ね、難しいなというところもあるでしょうね、きっとね。胃袋の数決まってますから。はい。今日はね、いろいろとお話いただいたんですけども、ストーンさんのね、株スクールのことをちょっと聞いてみたいと思うんですよ。お願いします。で、この募集ってのは1月にされてましたけども、なんか生徒さんも決まってね、この株スクールの募集はもう終わっちゃったのかなっていうふうな心配もあるんですけども、これ、どんな感じになってます？今でも、応募はできるもんなんです？できます。うん。募集締め切ってるわけではないんですけれども、うん、ただ僕今一人でやってますんで、うんうん、やっぱり対応できる人数がありますので、うん、まあ、
できる限りお早めにってことなんですけども、うん、まだ今締め切ってるわけではございません。ああ。じゃあ、こう、第1期生の募集が終わって、それを走らせながら、まあ、第 1.5 期生みたいな、何人かまとまったら2期生ということでスタートしてもいいけども、ちょっと少人数だったら第1期生に混じってまた一緒にやっていこうかな、みたいな。ちょっとこう、今、そういった難しい感じの時、タイミングですかね。今一番いいんじゃないかなと思って、というのは、まだ始まったばかりなんで、うん、皆さんとちょっとお話ししながら、やっていきたいなと思ってるんですね。で、どういう進め方がいいかって、ちょっと僕自体 も模索してる状態ではあるんで、カリキュラムは決まってるんですけども、うん、いろんな方がいらっしゃると思うんで、うんうんうん、でまだ、個別でこう対応できてますんで、こういう時に、一緒にこう、ちょっとお話をしながら進めていった方がなんかいいのかなというふうに思ってます。あまり数が増えちゃうと、やっぱりそうもできなくなってきちゃうと困っちゃうんで、今が一番いいタイミングかなと思いますね。じゃあ本当株をこれから始めようかなっていう人とか、昔やってたんだけどもう一回やりたいんだけどな、みたいな方が、本当にこう、細かくやり取りしながら足場を固めるのにはすごく最適だよってことですかね。そうですね。なるほどね。もう具体的に言うと、じゃあ株でね、毎月100万稼ぎたい人ってのは逆にお断りしないといけないですね、これはね。そうですね。もうそうですね。それちょっとどっか行ってくださいと。ここはちょっと待って、まずは3万5万稼ぎましょうみたいな、そんなスタートをしていって、徐々に10万とか20万目指すみたいな感じですかね。そうですね。ということなんで、自信がない方とかね、ご不安を抱えていらっしゃる方は、もう真っ先にね、ストーンさんの株スクールちょっとお問い合わせしていただきたいなと思うところですね。はい。それではね、8つ目。今日はね、いろいろ質問してきましたけども、だんだん佳境になってきました。8つ目の質問になってきます。ストーンさんはね、週刊中年ジャンプっていう YouTube チャンネルから株の情報発信されてるじゃないですか。たまにお見かけするんですけども、はい、その株スクールのコンテンツも、やっぱ動画でお届けしていただけるってことになるんです？そうですね。基本的にはもう動画で、うん、大体ですね、1週間10日に1回ぐらいですかね。お送りして、で、やっぱりどん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 送ることはできるんですけれども、うん、やっぱこう、押されちゃうとこう見れなくなったり、確認ができなかったりするんですね。あと練習の期間も必要だと思いますんで、はい、やっぱりそういうちょっと期間を空けてですね、落ち着いたところでもう一本出してっていう感じですね。そんな感じでやってます。っていうことは、やっぱりこう、受講生さんも毎日送られてきたらもうアップアップしちゃうし、逆にストーンさんの方も別にサラリーマンやってますから、ちょっと毎日そんなにたくさんできないよっていう形なんで、お互いにいいペースで徐々に進めていけるし、そのペースも皆さんの声によってはちょっとスローダウンしていきましょうかとか、もうちょっと早くても大丈夫ですよみたいな細かい調整がお互いにこうやっていけるっていう、なんかすごくいい感じのスクールになってますね。そういう感じになってます。はい。お互い忙しいから大丈夫、分かってあげれるよみたいな感じですよね。なんかね、こういう株スクールとかやっちゃうと、スクールの講師はそれだけやってくればいいから、もうめちゃくちゃ講義送ってきて、消化しきれなくなってみんな離脱みたいなことがありますけども、それじゃ笑えないですからね。そうですね。なのでやっぱりちょっと振り返りも必要かなと思ってるんですよね。一定のとこまで行ったらちょっとまた戻ってみて、はい、どうですかって感じで、こう、ちょっと振り返っていくことも重要かなと思っております。はい。ありがとうございます。で、もうすでにお問い合わせ何本が来てると思いますし、まあ、ストーンさんの方でもね、いろんな回答をしたと思いますけども、実際ストーンさんの株スクールには、今までどんな感じの質問が来たのか、まあ、2、3ね、なんかありましたら、お聞かせいただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい。そうですね。ご質問っていうと、まだ講義の方は、まだ深いところまで行ってませんので、技術的なその質問っていうのはまだ少ないんですけれども、やっぱり最初始める、これから始めようって方がやっぱり多いんで、本当に大丈夫なんですかって、株で大損したりしませんかっていうお話が、まあ、多いですね。そういった、流れのものが。あとは先ほどの証券口座ってどうやって開くのとかですね、なんか審査はあるんですかとかですね、そういったことが多いですね。空売りって普通の人でできるのとかですね、そういうお話が多いですね。はい。まあ、ちなみにその株のそのいろんな銘柄あると思いますけども、はい、なんかある程度分類があると思うんですよ。はい、私がお見かけするところによると、ストーンさんは鉄鋼株のことをお話しすることもあったりするんですけども、そうですね、じゃあ逆にですよ、サービスの中の、まあ、これみたいなのがあったりとか、なんかそのストーンさん自身、
なんていうか、この分野の中で得意不得意みたいなね。もしくは、ものすごく親しみがある分野とかっていうのは、やっぱりあるもんなんですよ。そうですね。ずっと見てる銘柄って、やっぱり、なんとなく愛着っていうかね、うん、そういうのもあったりするんですけど、愛着持っちゃいけないって言われるんですけれども、うん、まあ、値動きがこう、合ってるものがあるんですね。ゆっくり動くものがやっぱりこう、取りやすいんで、僕は、そういうものを選んでますね。で、おっしゃるように、すごい銘柄選定っていうのは、非常に重要で、株はですね、FX は倒産ってないですよね。ないですね。ないですよね。で、株の場合はですね、その会社が潰れてしまうと、その株買ってた場合は、お金なくなっちゃいますんで、そうなんですよ。なので、潰れないような会社、まあ、ほぼ潰れないであろうというところですね。それが、日経225に入ってる会社ですね。その中でも、やっぱり選び方があって、出来高ですとか、うん、そういうものが大きいものですね。そういうものを選んでいくっていうのがポイントになってくると思います。だから、銘柄選定っていうのは非常に重要で、なんか好きな会社がとかそういうことではなくて、ちゃんとそこは数字をきちんと見てですね、選んでいくっていうのが重要になってくるのかなと思います。ね。だいたい選ばれる株っていうのは、日本株が主なんです？はい、そうですね。うん、今、日本株を中心にやってます。うん。まあ、海外の株となると、翻訳が入ってきたり、その国独自のしきたりがあったりとかして、なんかややこしそうですもんね。そうですね。それでやっぱり、まあ、うん、そうですね。日本株がやっぱり、日本人に合ってるかもしれないですね。そうなんですよ。まあ、聞いたことがある会社もない会社もあると思うんですけども、まあ、日本の会社なんで、まあ、信頼性があるかなと、まあ、分かってますからね、いいのかなと思います。うんうん、将来的にはですね、日本株ではなくても、まあ、海外の株ってやっぱりおっしゃるように難しいと思うんで、うん、なんていうかな、原油だとか、金とか、うん、そういったものも値動きは同じなんで、うん、やっぱりそういうこともできる、将来的には。将来的っていうか、まあ、今すぐもできたりするんですけれども、うん、そっちの方にも行けるっていうのが、株のチャートを見てトレードするっていう醍醐味かなと思いますね。うん、確かにね、投資の技術って結構こう転用が効くって言いますかね。株で得たトレードの読み方、値動きの考え方、それから銘柄選定っていうのは、そのまま先物とかね、まあ、ゴールドとかシルバーとかにも活かしていけると思いますんで、うん、まあ、まさにね、このトレードの力っていうのをどっかでつけとけば、まあ、私の場合は FX から入ったんですけども、株でも十分他の分野に通用する力つけていけると思いますし、まあ、何よりもね、多くの方が多分株式会社に勤めてると思いますんで、もし可能だったらね、自分の会社の株買って、自分の頑張りが給料も上がるかもしれないけど、株価も上がるんで、ダブルでね、まさにダブルインカムみたいな感じになると思います。なんか別の励みが出てくるんじゃないかなと。ね、普段、いやいや言ってる会社でもね、自分の頑張りによって、自分の買った株の値段が直接上がるとなったらね、ちょっとやる気が見えてくるかもしれないなと。まあ楽しみ方様々だなというところですね。はい。じゃあですね、いよいよ最後の質問になってくるわけなんですけども、株スクールの、まあ、願書があるあればね、願書の取り寄せとか、お問い合わせ先ですか。つまり、ストーンさんの株スクール、どうやってアプローチしたらいいのかってことなんですけども、連絡先かなんかね、ありましたら、ちょっと教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね。メールアドレスがありまして、うん、あ、ちょっと今、書いてなかったんですけど、すいません。ちょっと用意してなかったです。コメント欄にあげることできます、チャットで。あ、はい。これでいいのかな？はい。どうでしょうか。これですね。CK。ちょっと待って、確認しますね。チャットっていうところでね。CK634 でごめんなさい。右側に打てると思います。はい。634ですね。gmail.com CK。うん。これです。はい、これです。ありがとうございます。はい。はい。こちら、Gmail なんですけど、僕のメールになりますんで、こちらの方にですね、
まあ、株の件とか、おっしゃっていただければですね、折り返しご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。はい。ぜひね、別にすぐにね、そのストーンさんの株スクールに入れっていうわけじゃないんで、株のことをいろいろ気軽に聞いていただきたいと思いますね。はい、うん。そうですね。まずはお話ししてからでいいと思います。うん、考えていただいて。まあ特にね、1日のもう10時間とか12時間を、いわゆる労働に従事してらっしゃる方、もうお仕事出勤して帰ってきてヘトヘトだよって方はね、まあ株で副収入を得るっていうのは、私も FX だったと思うんですけども、まあ、とってもね、チャンスがあると思いますんで、まずはね、関わるところから始めていただければと思います。ストーンさんはね、皆さんと同じような立場で株の副収入を上げてらっしゃいますんで、きっとなんかね、できない事情とかね、なかなかつかめないきっかけっていうのも共感するところ多いんじゃないかなと思いますよね。よくわかっております。はい、ね。やっぱりこう、あれですかね、年末年始とかゴールデンウィークとか、それからお盆とか、3連休、4連休というのがあったときって、よし、株やるぞって感じよりも、やっぱ家族とかは残業のなんか残ったやつとか、ちょっと普段の趣味とかっていうふうに、なんかこう、気持ちが揺れるのは正直なところあるじゃないですか。ええ。その辺も多分分かっていただけると思いますんで、何やってんの、この時チャンスなんだからやんないと、みたいなね、スパルタにやんならないと思いますから。うん。やっぱね、ゆるくやって、なんかこう、続けれる工夫ってのは大事ですよね。もう大変だ、もうやめてしまおうっていうふうにしてしまうんだよね。そうですね。うん、まあなんかその、株のいいところっていうのは、その労働じゃないってところなのかなと思うんですよ。やっぱりね、お勤めが終わった後、深夜の牛丼屋とか、コンビニのレジとか、ちょっと1時間やるだけでもヘトヘトになっちゃうんで、もうね、続かないですから。やっぱりね、今自宅でできる環境、パソコン1台で、スマホ1台でできますんで、そこで最初は少しずつだけども、あ、ちょっと利益が出てきたかもな、みたいなね。そんな手応えを感じていただくために株を試していただきたいなってところありますね。そうですね。最近でもどんな株とか見てます？銘柄的には。これは今、そうですね。まあ、さっきおっしゃってた鉄鋼とかですね。うんうん、あとはその日経のその、なんかこう逆を行くダブルインバースっていうのがあるんですけど、それも今やってますね。ダブルインバース。はい、日経が下がるとそれは上がっていくんですけど、うん、逆にこう動くっていうやつですね。そういうのがあったりします。うん、今、結構何百円っていう株もありますんで、まあ、銀行株なんか結構400円とか600円とかそのくらいでありますんで、はい。だから100株買っても4万円とかそのくらいでできたりするんでね。まあ、そういうので練習をするっていうのは非常にいいかもしれないですよね。うん、ちなみにですね、なんかね、ちょっと小耳挟んだんで今日はね、話すつもりじゃなかったんですけども、はい、ちょっとメモしてあるんですよ、私株に関して。うん。これ今日来た人、チャンスかもしれませんよ。三菱 UFJ フィナンシャルグループっていうのがあるじゃないですか。ああ、はい、はい。あとね、三井住友ファイナンシャルグループ。はい。株の番号で言うと8306と8316なんですけども、はい。両方とも超有名なベガーバンクじゃないですか。はい。で、この二つなんですけども、この会社の実力とはだいぶね、違った評価をマーケットで受けてるんじゃないかなと私は思うんですよ。まあ特にこの二つの銀行って私もよく使うことがあるんで、あれもうちょっと評価されてもいいんじゃないかなと思ってるんですけども。だいぶ安いですよね。うん。で、これね、なんか爆発するんじゃないかなって気がするんですけどね。うん、今上がってますけどね。うん。これが。だからもっともっと評価されるはずなんですけどね、ここはね。そうですね。ずっと何百円っていう感じですもんね。うん。で、なんか不思議なことに、みずほ銀行があんまり今、ちょっとサービス、バッシング受けていて、口座離れが起きてて、そうね、それもなんかね、この2つのメガバンクに移っていく要因になるのかなと。うん、すでになってるかもしれませんけども。そうですね。うん、なんか、こういうふうな銀行株ってのもなんか面白いなと思ってね。そうですね。このチャート見るとね、すごい面白いんですよね。はいはい。2006年ぐらいは、UFJ は1900円と2000円ぐらいだったんですよ。おそれが今ですね、まあ、今2022年なんですけど、まあ今720円ぐらいですね。だから、
っしゃる通りやっぱり安い、あの割安ではありますよね。うん、で、今こう、そこをこうね、そこをこういうふうに動いてるんで、うん、で、こうか、観察してると、やっぱそういうタイミングが来るかもしれないですよね。ドカーンとこう行くのが。うん、はい、こういうのは面白いかもしれないですね。うん、まあ、特に銀行今はね、私がね、見てるのは、その、今回のコロナ禍でね、まあ、政府のちょっとこうプッシュもあって、割と銀行が民間にお金を出さざるを得ない状況を作られちゃって、しかもゼロ金利なわけで、銀行の儲けってないんですよね。うんうん、でも、手数料をちょっと小銭の預金に対しても徴収してみたりとか、あの、預金通帳の維持費も一冊千円ぐらいでしたっけ、ね、そういう流れが始まってきて、お客さんによりね、ダイレクト課金するような流れになってきて、でもお客さんって銀行口座ってそれでも手放さないと思うんで、なんか徐々にそれもお客さんからすると、まあ銀行に手数料払うの当たり前だよねみたいな雰囲気になってくると、どこの銀行もそれやったらそうなっちゃいますからね。そうなった時になんか業績回復したりね。それから今、あの民間があんまりお金を借りてくれないんで、利益が出せてない。そもそも投資をしようって会社があんまりないんで、新しい設備投資しようとか、人材を確保しようとかあんまりないんですけども、なんかそれも、だいぶ今の感染症が収束してね、いろんな挑戦意欲が出てきたりとか、政府の支援が打ち切られたら、結局地元の銀行に交渉に行くしかないっていうところで、なんか銀行が息を吹き返すんじゃないかなとかね、事業者目線で思うわけなんですよ。もちろんこの予想が当たるとか外れるとか全然保証がないんですけども、そんなことを考えてるとね、今私かなりね、もう一回金融がすごいことになるんじゃないかなと思ってワクワクしてるんですけども、だからといって私買うわけではないんですけどもね、ただここでちょっと話してみただけなんですけども、まあ金融銘柄も見ていくと、本当値動きがね、もう蛇のように動いていって、見てるだけで楽しいなというところあります。あとは、あれですよね、金融といえばやっぱり、投資にいろいろと意識を向けてらっしゃる方が増えてくる中で、労働から投資へっていう流れももっともっと増えていくと思いますし、そうなったらね、投資を扱う証券銀行、こういったものもなんかね、状況がさらに整ってくるのかなとかね。まあ話せば月がないんで、もうこの辺にしときますけども。いやでも本当皆さん投資って面白い。あの、一冊のね、小説を読んでるみたいですよ。過去の値動きは。それから未来の値動きに思いをこう馳せたときに、新しいね、ベストセラーが出るような感覚でね、あの、チャートって何も分からずに見ていくと単なるね、くねくねしたあのミミズが張ってるようなもんなんですけども、その値動き全部にドラマがあって、ね、人の暮らしがあると思ったらね、私はちょっとね、すごく並々ならぬ興味を覚えちゃいますね。そんな感じであります、ストーンさん。ね、あの、もうこれ絶対これ下げたくないって思ってんだろうなってこう出てますもんね、こう、うん、下がんない下がんない下がんない、うんうん、ちょこっと割るとドカンと下がるっていうこの、うん、なるほどねっていうのがやっぱり結構ありますよね、はい、人の心理が反映されてるという言われてますよね、はい、やっぱりこれあのでも江戸時代からチャートっていうかまあこういうのが あったって聞いてますけどね、やっぱ江戸時代、やっぱり、心理は同じで、やっぱり損したくないっていう気持ちと、儲けたいっていう気持ちは、やっぱり昔も今も変わらないと思いますので、はい。あの、ちゃんと同じように描かれるのかなっていうふうに思ってますね。いや、そう、すごいですよね。株とか投資の理論って、なんか日本で生まれたっていうのかね。改めてすごいですね。うん。うん。だから。メリドリとかね、ありますからね。うん。うん。いや、勉強できることが多いなと思うんですよ、本当。はい。ぜひね、皆さんもこういったこぼれ話もストーンさんの株スクールで聞けますんで、さらに興味が出るんじゃないかなと思います。じゃあですね、今日いろいろとお話しさせてもらいましたけども、時間も参りました。最後にストーンさんから皆さんにご挨拶をいただいて、締めていこうかと思いますけども、株スクールのね、話も、改めてここで紹介していただければ、途中からあの参加した方もいらっしゃると思いますんで、はい、それで締めさせてもらいます。よろしくお願いします。どうぞ。今日はですね、お時間いただいてありがとうございます。僕はあの、もう本当に最近なんですけども、株スクールのというのをですね、やらせていただいて、今あの、ご賛同いただいている方が、あの、数名の方いらっしゃってですね、今一緒にやらせていただいておりまして、まだ始めたばかりなので、今から入っていくとですね、まあ初期の段階から入っていくんで、ちょっとまあ、あの、前後しちゃったりすることもあるんですが、あの、こう、ズームなんかでこういった、あの、個別でお話もできますので、今入られてですね、最初に入ってですね、
その先行者利益というかですね、最初に入って、聞きたいことすべて聞いていただけるような状況でありますので、ぜひですね、お気軽に、ご連絡いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあ、本当に初歩の、これから、もう今から始めるよって方、対象なので、もう本当にお気軽にというかですね、いいんじゃないかなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ストーンさん、お話いただきましてありがとうございました。初心者の方から、一度挫折した方、本当にうってつけだと思いますんで、もう一回株の、門を叩いてみたらいかがでしょうか。それからストーンさんね、今日はね、割と謙虚にですね、初心者向けって言われてましたけども、中級者向けもこの先ね、今年中にできていく見込みもありますんで、しっかりとついていくと、高いレベルのことも学べると思うんですよね。もちろん今日すぐにそういった話をするってことにはなりませんけども、結構先があるなと思いながら、このストーンさんの株スクール期待していただければいいんじゃないかなと思います。これからも私のね、速稼塾の方でも株スクールたまに取り上げてですね、いろいろとお話、情報発信させていただこうと思いますんで、その時またお話しさせていただければと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあこそよろしくお願いいたします。はい。では今夜はね、以上になりますんで、皆さん、ストーンさんの方にお問い合わせをよろしくお願いします。YouTube をご覧いただいている方も、ストーンさんのね、受付を結構してますんで、3月、4月になっても多分大丈夫だと思いますんで、お問い合わせをまずはしてみてください。ね、毎日返信がいただけると思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。今日は以上ですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。遅くまでお疲れ様でした、皆さんも。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。